はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語確認テスト ③2 つの動詞編をお送りします。で、ここまでにね、 B 動詞そして一般動詞を勉強してもらいましたので、その2つを混ぜた問題ね、テストを10問用意しました。なので1回ここで動画で止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。で、まず1番、今回は疑問文の答えのやつは意味は書いてません。ノーとイエスでね、判断できると思ったので、そこは除いてあります。で、まず1番が、あれは亀ですか？あれ亀？って聞いてる感じですね。で、これまず、自分がよく、やる方法っていうか、教えるときに言うのは、まずは主語を確認しようって、その文の主語、主役ですよね、が何かっていうとこで、例えばこの文だったら、あれはっていう、これが主語になります。つまり、あれを使わなきゃいけないから、ざっと使うんだと思ってください。で、主語が確認できたら、じゃあ次動詞どれっていう。B 動詞なの？一般動詞なの？っていう、そこを確認する。で、それはまあ意味から判断すると、あれは亀ですかっていうところに B 動詞じゃないや。ごめん。一般動詞ないんですよね。だから B 動詞を使おうと。じゃあ、ざっとにくっつく B 動詞って何かなって考えたら、ざっとは is ですよね。ざっと is っていう。じゃあ、ざっと is で使いたいなって思うんだけど、大事なことはこれ疑問文なんですよ。質問してると。じゃあ、B 動詞を使ってる時の疑問文どうするんだっけって言われたら、 B 動詞を前に出せばいい。だから、is が前に出てきて、is。そして、that。is that a turtle? ってやれば、あれは亀ですかっていう意味になります。もちろんね、そんなね、あれが that で、B 動詞だから is で、そんな、こうなんだろう、周りくどくやんなくても、もうあれはほにゃららですか？あ、じゃあ is that だよねって、それで構わないんですけど、もしね、パッと見た時に、なんだろうって、ちょっと不安になったりとか、ペンが進まなくなった場合は、まずは主語から確認していくといいと思います。で、あとは答え方ですね。ざっと、これのさ、これが this ですよね。this とか that を使って疑問文作った時は、答える時は必ず it を使って答えます。これルールね。だから、no, it. で、B 動詞使ってるんで、is なんだけど、no の方なんで、not がくっつく、no, it isn't. ってやれば答えが完成すると。もし yes だったら、yes, it is. って答えれば OK です。では次行きましょう。あなたは朝食を食べますかって、朝ごはん食べるのって聞いてる感じです。で、まず主語が、あなた。ですね。ってことは、主語は you です。you を使いたい。で、次は一般動詞、B 動詞、どっちかなって考えると、食べるっていう単語があるので、これ B 動詞だよ、これ。間違ってる。一般動詞ですよね。で、食べるっていう一般動詞は、eat です。eat。じゃあ、you を使って、一般動詞の文。で、しかも、食べますかっていう疑問文にしたいと。じゃあ、どうするって言ったら、you の前に、本当はね、B 動詞だったら、are you って言いたいとこなんだけど、今、一般動詞を使いたいから、do が出てきますよって。do you って。で、あとはね、その一般動詞の eat を使って、do you eat breakfast? ってなります。do you eat breakfast? この breakfast、これ朝食ですね。さっきカットすればよかったね。となります。で、答えるときは、あなたはって聞いたら答えるときは、必ず I で答えます。私はって答えたいからね。で、yes。I で do を使って質問したときは必ず do を使って答えましょう。つまり yes I do とこうなります。では次です。で、次はですね、ちょっとちゃんとやってないというか新しい知識が少し入ります。ごめんね、確認テストなんだけどちょっと入れてみました。で、まず私は6時に帰宅する、6時に帰るよって言ってるんですけど、主語はこの私はです。一番出てきますね、私は I です。で、B 動詞と一般動詞どっちかなって考えるんですけど、帰宅する。これ一般動詞を使います。家に帰るっていうね。で、この帰宅するの言い方なんですけど、これ実は二つの単語を使った、熟語ってやつですね。で、習ってるね、単語はね、新しくないんです。これやりましたよね。噛む。これ噛む。来るです。来る。で、噛むを使って、
come home。 home って家です。だから家に来るって普通に言うと訳すんですけど、come home にすることによって帰宅するっていう意味になります。だからこれを使うって、まあ、ちょっと新しいことで申し訳ないんだけど、この動画でぜひ覚えてください。 come home で帰宅するです。じゃあこれを使ってやりたいと。で、疑問文ではないよね。普通の文だから、じゃあ主語からスタートすればいいんで、 I から始めましょうと。 I で、主語の後には動詞が来るから、じゃあ come home を書こう。ちょうど home をね、そこに書いてあるから、 I come home。で、あともう一個大事なのが、6時にっていう。何時にってやりましたね。時間を言うとき、今6って数字で、まあ6が入ってる。これ6時の6で6ね。で、その数字の前に、at ですね。at をつけることで、何時にという言い方ができます。つまり、I come home at 6って言うと、私は6時に帰宅するという文が完成でございます。では、じゃんじゃん行きましょう。次は、あなたはテニスをしますか?です。で、まずは、もうここちょっとね、全文になってますけど、主語は、あなたは。さっきと同じく、you を使います。さあ、一般動詞か、be動詞か、テニスをしますか?テニスをするですね。ほにゃららするは、一般動詞の、play を使います。で、それで疑問文にしたいから、さっきと同じです。一般動詞を使って疑問文だから、最初は、do から始まります。で、主語が来る。Do you? で、あとはね、普通に書きましょう。一般動詞の play。で、スポーツも聞けるね。テニスだね。テニスは、こう書きます。Do you play tennis? って。で、疑問文だから忘れずにクエスチョンマーク。つけておきましょう。いいかな ?Do you play tennis? これで OK。じゃあ次ね、No で答えます。で、まあ、あなたはって聞いたら私はなんで、答えるときは I です。No, I。で、do を使って、質問したら do を使って答えます。だから、do。それに not がくっついて短縮して、No, I don't。となります。No, I don't。Yes だったら Yes, I do です。No だったら No, I don't。これが答え方となります。さあ、次ですね。次はちょっと日本語で崩した言い方。なんか会話、ほんと日常会話っぽい感じにしたんですけど、僕お腹空いてないよっていうね。で、これ言い換えると、ちゃんとしてね、こういう硬い言い方にするんだったら、私は、まあ、お腹が空いてませんとか、まあ、空腹じゃありませんっていう風に書きたいと。つまり、まあ、僕はになってますけど、つまりは私はなんで、主語は I です。I。で、お腹が空くっていうのを前のね、動画でやりましたね。これ、hungry です。hungry。で、hungry はお腹が空くっていう状態を表してるんで、動詞ではないんですよ。つまり、これ、be 動詞を使います。一般動詞ないんでね。つまり、まず、で、I から始める。で、まあ、B 動詞、I、am を使いたいんで、まあ、短縮しちゃいましょうか。I'm。で、大事なのは否定文です、これ。お腹が空いてないんですよね。だから、not が入ります。I'm not。で、あとは、お腹が空くっていうのが hungry なので、hungry は、口角。で、ピリオドね、忘れずに書いて、I'm not hungry って言うと、私はお腹が空いてませんと。僕はお腹が空いてないよっていう書き方になります。さあ、あと2つです。で、ここもね、ちょっと新しい知識が入れば先に謝りましょう。ごめんなさい。いいね。で、9番行きましょう。私は猫を飼っていませんですね。まず主語は私はです。まあ、愛で同じなのに書かないでおきましょう。で、次ですね。一般動詞か B 動詞か、どっちかっていうと、これ猫を飼う。まあ、動物を飼うですね。ペットを飼うっていう。これは一般動詞です。で、実はみんながもう覚えた単語を使います。何かっていうと、ハブなんです。ハブ。これは持ってるっていう意味で多分紹介したんですけど、実は動物を飼う、ペットを飼うもハブを使います。で、結構出てくるんで今回ちょっと使いたくてね、問題にしたんですけど、じゃあ、普通にやっていくと、飼っていませんだから、否定文ね。それ気をつけながらいきます。ただ、否定文でもね、最初は主語スタートなんで、I から始めます。で、次に、一般動詞を使いたい。それで否定文を書きたいから、do を使った、don't がここに入ります。一般動詞の前にね。で、あとは、ハブを書いて、I don't have a cat ってすると、ハブはキャット。これで猫を飼うなんです。
ハブはキャット。もし、ハブはドッグって言えば犬を飼うです。いいね。で、それをドンと否定文にしているので、私は猫を飼うことを否定する。猫を飼ってませんっていう意味になります。では、ラストです。私は7時に起きます。また時間がありますね。で、まあこれ今愛書いてあるんで、ちょっと私はカットしちゃいましょう。で、もう何時にって言われたら、文の一番最後に、アット数字が来ると思ってください。アット数字。で、今、7ってセブンですよね。まあ、先書いちゃいましょう、もう。だから、アット、セブンはこうね。で、来る。まあ、これ先書いちゃうと。書いたら消しちゃいましょう。OK と。で、問題が起きるなんです。起きる。で、起きるも一般動詞です。一般動詞でみんながもう勉強したやつを使います。で、何かっていうと、この単語、やりましたね。get。手に入れるという意味で紹介しました。ちょっと右が入らないんでごめん。場所変えていい？こっちに書くか、ついね。実はですね、get に、この単語をくっつける。get up。で、これで get up 二つセットで起きるって意味になります。これね、よく出るんで覚えてください。get up。だから、I get up at 7. っていうと、私は7時に起きますという意味になります。いいかな。で、まあ、今回ね、この問題をやらせてもらったんですけど、あと、例えばさっき言ったカムホーム。これ帰宅するですよね。で、ゲットアップが起きるじゃないですか。どっか入るかな。ちょっとこの辺言っていいですか。例えば、こういこうか。これ予備知識なので、まあ、余裕があったらちょっと覚えてほしいんですけど、go ってやりましたよね。go 行くですね、行く。で、go は、go to 場所でよく使うよっていう話をしたんですけど、例えばこの go to の後ろに、ベッドを持ってくるんですよ。go to ベッド。まあ、普通に訳したらベッドに行くなんですけど、これで寝るって意味になります。まあ、でもイメージしやすいですよね。ベッドに行くってことは、まあ、寝るために行ってるからさ。だから go to bed で寝るになったりとか、あと、ちょっとやってない単語なんですけど、さ、入らない。この辺でもいい？ごめんね。これね、take っていう単語があります。よく出てくるんですけど、で、take の意味は、まあ、取るとか、持っていくとか、いろんな意味があるんだけどね。よく自分は取るっていう紹介したんですけど、で、この take を使って、この3つの単語、take a bath と言います。take a bath。これで、風呂に入る。お風呂に入るって意味になります。で、結構、その、起きるとか、帰宅するとか、寝るとか、お風呂に入るっていうのを、例えば、何時にお風呂に入りますとか、例えば、7時に起きます。もう日常生活の中のね、その中で図が書いてあって、それを英文にしなさいみたいな。ただ、その図が書いてあってさ、8時にお風呂に入るっていうのがわかるんですよ。で、それを見て、じゃあ英文書きなさい。英語の文自分で書いてごらんみたいな。だから結構テストで出たりするので、この take a bath。とか、go to bed もぜひね、今回問題にはしてないんですけど、覚えてもらえたら、どっかでね、役に立つと思いますんで、よろしくお願いいたします。では、今回はね、確認テスト、丸3やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。